あれ岩井さんじゃん。わあ、岩井さんだ。はじめまして。はじめまして。やばい。本物だ、本物だ。一番近いの一番遅い。揃いました。イエーイ。じゃあ行きますか。行きましょう。見えてます。あ、もうあれそう。あれです。あれです。マジで。見えちゃった。見えちゃった。もうじらしてもらえた。すごい。もうちょっとじらしてほしい。確かに有機的な建築っぽい。大丈夫だか。うわ。Right。坂。いい。坂。いいですね。相性。日本遺産なんだ。うーん、淀工迎賓館、旧山村邸にやってきました。すごいフランク・ロイド・ライトの個性が光る建築だなという印象を受けています。窓もすごく広くて、こう景色が、こう自然の景色がすごくこう目に入るような作りになっているなという印象です。こっちの景色がめっちゃ綺麗です。あ、この旧山村邸は断崖絶壁に建てられていまして、この向こうまで海が、向こうに海が見えるんですけど、海まで見渡せるようなこうすごく開放的な作りになってます。ライトは1対ルート2っていう数字を気にして建築に取り入れたみたいなんですよね。やっぱりこう全てが統一して美しく見えるような作りだなと思います。ところどころこうお花があったりとかしてめちゃくちゃ可愛いですね。やっぱりフランク・ロイド・ライトは自然と、建築が溶け込むような有機的なデザインっていうのを意識していたので、とてもこう自然と融合するような印象を持っている、そんな建築です。すぐ近いんやな。40分ぐらいで来れるんですけど、いいか。なんならチャリで、ばあちゃんちからチャリで来れます。確かに終電なくなっても帰れるから。確かに全然帰れません。最高やね、こんなところに入れるなんて羨ましいわ。まあ、ところどころというか、まあ、こう大谷石が施されております。大谷石って何ですか？大谷石は、栃木県 の、 宇都宮市の近郊で取れる、加工しやすい石なんですけど、それをこうそのまま切り抜いてこう栃木から持ってきてるっていう、ホームページに書いてあったんですけど、もうね、随所に使われてて結構興奮してます今。ね、
入り口から全部ゴミ屋敷が迎えてくるよ。本当そうですよね、うん、さあじゃじゃん近代建築の4大巨匠を答えてください。3大じゃなくて4大なの。4大巨匠え僕ですか僕で全員でまずはまずはじゃあまずはまずは1人まずは1人そう4人いるから4人いるからね。そうだそうだ、はい、じゃあ1級からいきますかね。はい、バルター・グロピウス。ピンポーン。じゃじゃん、ル・コルビジェ。ル・コルビジェ。ピンポーン。はい、そして2人じゃあフランク・ロイド・ライト。はい、一番難しいですね。ミス・ファンデル・ロイ。ピンポーン。さすが。しゃあ、そうでした。ル・コルビジェとフランク・ロイド・ライトとミース・ファンデル・ロエとバルター・グロピウス、この4人が4大巨匠でした。ありがとうございます。はい、このようにですね、ライトは一旦ここで視界を遮るわけですね。天井を低くして、でこうやって階段を上っていくと一段一段階段に目線が行くので、こうやって目線が上がっていって、ここで落ち着いた時にふわっと天井がこう高いというか広がる感覚が見えるというのが、まあ、ライトの特徴の一つでもあります。フランク・ロイド・ライトはですね、日本が大好きだったんですね。で、日本の浮世絵をもう個人でコレクションしてて約1000点も自分で持ってたっていう噂もあるぐらい本当に大好きで、でこういうフランク・ロイド・ライトの建物の中には和のテイストも組み込まれていたりします。ここはなんか落ち着く場所やなちょっと狭くて、うん、いいね。今岩井さんがモグラ叩きのように出てきてかわいい。でもさ、こっち側がさすごい景色がいいわけじゃん。なんで あんだけしか作らなかったんだろう。こっちは窓だけどさ、でもそれ窓も区切られてるじゃん、こう一個一個。あ、もっとなんかガラス面を大きくしてもよかったよね。何か意味があるか。そういうことやね。これは低いよね、うん、日本人に合わせたのかな。さすがにこう僕もぴったりです、うん、ただすごいこう日本の日本的な感じというか、やっぱり、あ、すごい、このお花の、見てください、このお花のシルエット。あ、こう和室を思わせるような雰囲気がありますね。そしてこの棚もやっぱり日本風というか、ちょっとこう面白い。あ、襖がありますね。うん、低いかもしれんね。確かにライト的なやっぱ計算でやってるからね。お、お手洗いがありますね。あ、これは水道。お、出るのかな。あ、出た、すごい、水道ですね。かわいい。すごいかわいいです。お手洗いが。なんかちょっとこじんまりしたような感じの作りですね。あ、こちらはお風呂。入っていいのかな？書いてないけど。失礼します。あ、お風呂ですね。うわー、すごい。この浴槽に木を使うあたりとかは
やっぱ日本を意識して作ったという感じですかね。お、すごい、このドアノブの位置がちょっと高いこれもまた可愛いですね。普通に考えて日本人でもちょっと小さめのドアですよね。だからドアノブの位置を少し高くして使いやすくしてるという感じですかね。すごい綺麗、いいね西尾先生。あ、明日こういう道をいっぱい通りますね。明日こういうあえてくねくねした道は明日いっぱい通りますね明日姫路城、明日の姫路城が頭の中にね。結局この3日間でどん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 時代を遡ってことになりますよね。今日淀子、明日姫路で、最後はね、古墳群いろんな時代の建造物をこう遡って3日間で、ね、タイムスリップ、タイムスリップでしょうね、という感じですかね。すごいツアーになります。関西の魅力というのは、まあ、そういうことね。いろんな時代がもう残ってるところですよね。外が見えますね。勝手口、ここから入ってこれ、迷路のような、迷路だね。すごいです、素敵ですね。すごい、かわいい。すごい。出れる。おお。あ、ここ最後の。めっちゃかわいい、このなんか。飾りがかわいい。やっぱさ、こういう飾りっていうかさ、こういうのもさ建築されてんだよね、っていう感じかな。あ、西尾先生、そういえばフランク・ロイド・ライトって、はい、帝国ホテル、旧帝国ホテルを作った人ですよね。そうですね、旧帝国ホテルってどこで見れるんですか今。今ねどこだっけ、名古屋、愛知県、愛知県かなんかに、ね、移設されたんじゃなかったかな。ですよね、確かね。明治村明治村ですよね行ったことないけどなんか日本には4軒あるってさっきたくまくんが言ってた。えフランク・ロイド・ライト自由学園と、まあ、帝国ホテルの伊勢と、あとここと、もう一個、もう一個ある。その名古屋の非公開の、非公開お家って言ってた。あ、かじて、かじてじゃねえ、かじて、かがて、あれなんかさっきやったテレビやったな。あ、そう。何て、かじて、かがて、なんかそんなような人。非公開なんですか。非公開かな。あれでもフランク・ロイド・ライトかな。遠藤新たかもしれない。ちょっと自信がない。でもそうやってこうライトの意思を受け継いでる弟子たちが、やっぱ日本にもたくさんいるということですよね。そうですね。フランク・ロイド・ライトのこの淀工芸品館は世界遺産ですか。世界遺産じゃないです。どういう急にクイズだった何か世界遺産ではないですね。でもアメリカが登録された時に、淀工はこれからもしかしたら登録されるかもしれないってことで言われてます。拡大登録されるかもしれない、でも1級の試験の時にこう出てきましたからね。あ、本当、ちょうどこの山村家住宅っていうのが出てきて、やったと思って。やったマジでマジで、なんかやっぱ家から近いからこうやっぱ覚えてるじゃないですか、だからそれがすごい功を奏したというか、めっちゃ感謝してるんですこれ。
ありがとう。そう、そうですね。3点分ありがとう。俺に3点をありがとう。ちなみに岩さん、あのちょっと聞いていいですか、はい、近くだということで、はい、ここの最初にそのコルビジエじゃない、フランク・ロイド・ライトに依頼した方ってどういう人なんですか。え、どういう人え、なんかそれめっちゃ昨日仕入れた知識でいいんですか。はい、え、なんか山村さんがこの辺こう灘に近いから、うん、お酒のなんか蔵元なんかよくわかんないですけど、あの桜正宗っていう種類のブランドのお酒を代々やってる人で、うんうんうん、8代目らしいんですよ。山村なんやったっけ、八右衛門。そう、この娘の夫が遠藤新さんと大学の友達で、ちょっと、いや、うちの作ってやっていうことで実現したっていう話らしいですよ。そうなんだ。だから全部東京にあんのにここだけ芦屋に一つだけあるっていうのを、そうなんだ、昨日なんかウィキペディアで見ました。だから池袋の明日館も知り合いの知り合いでみたいな感じでライトさんとつながって作ったみたいなこと言ってた。それでなんだね。そうなんですね。へ、でもここもね、ライトさん途中で帰って、うん、結局弟子が最後まで作るっていう、うん、そうね、コルビジェパターンですよね、これね。っていうのもいろんな大人の問題があったんですね。大人の事情があったんですかね。うん、どうですか、ここがあの、まあ、ほぼ地元みたいな感じじゃないですか。あ、そうですね、うん、が世界遺産になったらどう思います。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。だって、まあ、ここも兵庫県なんで、僕兵庫県出身なんですけど、うんうんうん、まあ、姫路城とここになるわけじゃないですか、うんうんうん、兵庫県の2軒目はイエーイみたいな。本当やね。めちゃめちゃテンションが上がりますね。本当だ、本当にそう思います。神奈川県はいつまでたっても世界遺産ない。出た、出ました。兵庫2軒目はいいけどね、まあ、グローバル化を進めたいと、神奈川県がいつまでたっても世界遺産、鎌倉がいつまで、鎌倉はもうなくなるかもしれないっていうね。はいはい、はいはい。すごい、すごいです。屋上に出れます。屋上です。めちゃくちゃ綺麗ですね。さっきのなんか小さい窓から見える景色よりもこうもっと180度の景色が見れるような状態になっています。いやー、まさに崖の上に立ってるというような感じで、下は川が流れてたりとかね、あの右手には山がそびえてたりとかで、奥には海があったり、これが有名な六甲山だそうです。これは煙突です。いや、すごい。こっち行けますね。少し階段を降りるような感じです。天井も可愛いですね。こんなデザイン作るかね。すごいね、素敵ね。すごい、玉屋さんどうですか、ビデオを見て。いや、ちゃんと、はい、あのやっぱ勉強してみるとでは違いますね、本当に。さっき の, あのビデオでもあった通り、紀伊半島までもしっかり見えるし、うーん、いい景色だなと。妖怪できますね、妖怪。こっから紀伊半島が、はい、ちょっとスモーキーな感じで見えておりますね。うん、熊野古道がある紀伊半島が、ね、本当。いやー、美しいですね。あ、なんかグッゲンハイム美術館みたいなのがありますね。この景色を見ながら、すごいミステリーハンターや。はい、ここでクエスチョンです。じゃじゃん。はい、それでは皆さんお答えください。はいはいはい、フランク・ロイド・ライトが世界遺産登録された登録年をお答えください。え、誰に固まったけど、すいません、僕は覚えてません。いや、僕もちょっと分からへんな。フランク・ロイド・ライト、はい、パス。では、お答えください、お二人で。先生、
せーの、2019年ピンポーン。すごい。ちなみに、フランク・ロイド・ライトの作品が登録されましたね。はい、構成資産何個あるでしょうか。8件ピンポーン。すげー、素晴らしい。それでは、その8件のうち有名な構成資産2つお答えください。あ、僕ですか。でさっきでも、何でもいいんですか。はい、ラク水槽と、もう一個、グッケンハイム美術館。ピンポン、素晴らしい、ありがとうございます。さっき書いてあったんですよ。書いてあったんかい。知ってたけど、知ってたけど。いや本当に皆さん素晴らしい。どうでした今日。いやでもすごい、思ってた以上に、はい、なんですか、 見るところが多くて、うん、まだまだちょっと僕は物足りないぐらい、いやめっちゃ満足なんですけど、もう1回もう 2,3 回来たいなって思いますね。近いですしね。そう、あとね、こう晴れた時に、うん、これ、ね、来やすいんで。今日はねちょっと、まあ、皆さんには伝わらないかもしれないですけど、うんうん、雨が降っております。降っております。どうでした、たくまくん。そうですね、ちょっと先ほどライトさんがの建てた建物のガイドブックがありまして、それ見てたんですけど、淀子迎賓館以外の場所でも結構共通点があって、あ、これがね、あのライトが作ったやつなんだっていうのがすごいこうね、分かるデザインっていうのがもう随所に散りばめられてて、ね、大興奮でした。ちょっとまたいろんなところ行って、またここに帰ってきたいなっていうのをね、今日思いました。答え合わせをしたい、答え合わせをしたい、そういうことです。素晴らしい、はい、素晴らしい、意欲的、勉強家やな。どうでした、たまやさん。はい、いや楽しかったです。私、まあ本当に実際その場所に行くのが好きで、いろいろ見に行ってるんです。結構もうサクサク次見ちゃうタイプで、あんまりじっくりと見ないんですけど、こうやっぱ世界遺産好きな方とこうじっくり、あ、ここがあれだとかそういう知識もある方たちとの、はい、観光でなおさら楽しかったなって思います。はい、充実してましたね、はい、どうでした、二松先生。そうですね、まあ、建物見て、この建物をいくらで買えるのかなとかよくね、お家ね、あの訪問でいくらみたいな番組あるじゃないですか、うん、こんだけすごいね、建物とか、ね、作り方してると、まあ、それだけの技術量もかかるだろうし、うん、この足跡とも結構高級住宅街と先ほど聞いたんで、うん、あのいくらぐらいするのかなと思いながら実際歩いてました。うん、面白かったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい。いや、もうフランク・ロイド・ライトといえばこうやってね、自然の中に溶け込むような建築ということで、めっちゃ雨降ってきたんやけど向こうから歩いてきて坂の上に立ってて、あんまり見えなくて、でなんか木の間にちょっとこう自然っぽい色合いでふわっと見えてる建物という印象で、すごいやっぱり有機的建築っていうのが見れたなという感じがしました。皆さんどうもありがとうございました。ではまた。力もね、うん、力の形。靴下が。